おそ Am らくというかまあほぼ確なんですけど9月に引っ越しますまた、えー、スタジオ移転ですで今度はかなり長く住むと思います今度こそかなり長く住むはずです、えー、今物件をいろいろあれやこれやしてるところなんですけどまあおかげでちょっと今日も今日久々にちょっとあの会社の出勤がなんと9連金ね 明、えー、けて今10日目お休みでございますで明日からまた錬金が始まってまた1日休んで錬金が始まってって8月31までその感じで進むんですけど何ですかね鋼の錬金術師って僕読んでてあの英語化するとフルメタル社畜って言ってるんですけどあの今とにかく馬車馬のように働いています、えー、そんな私ですがそんな私ですが引っ越しのためにですね、えー、出勤の日数が多いものの午前中が暇だったりするんで。 あの午前中にですね、とか、あと夜中も別に、まあ、そんな起きてられるんで、あの、部屋のあっちこっちから、ザカ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 オタクグッズを発掘しては売りに行くっていう、あの、箱詰めをして売りに行くっていうのを今やってまして、やっぱ片付けをする前に、まず物を減らそうということで、なので、あの、私の部屋にあるね、オタググッズをね、持っていきたいっていう人がいたらね、予定合わせてくれれば8月中だったらあげます。あの、連絡ください。えヤマトリンのラジオカンファレンス、え引っ越しのさなか始まります。 またラジオやるラジオ生活え、この<ー><度>企画何本目か。いいですよカイカンファレンス見ろこれがこじらせたクリエイターの生態だヤマトリンのラジオカンファレンス略してラジカン改めましてメインパーソナリティのヤマトリンですうん、まあ引っ越しを二回もやるとかなりねやっぱオタグッズのダイエットが進むんですよ具体的にどれぐらいのダイエットになるかっていうと 僕が CD を大半手放そうとするぐらいのダイエットですねで僕が昨日 CD をわーって仕分けして2日間かけてあの仕分けをしていたんですが仕分けをしていた結果として得られたものが何かっていうとですね僕の家にし所蔵されていた CD がえー、っとねブックオフの,あの棚の筐体あるじゃんあれ丸々1個分ぐらいは平気であるっていう僕の CD 全部埋められる。 ダンボール5、5, 6箱あったんで、でもダンボール5、6箱だったら、多分あのブックオフの CD 棚埋まるんですよ。多分それぐらいありました。ので、まあ、狂気の沙汰だよっていうぐらいあって、まあデータ化を進めたら、二晩かかったのは、ひたすらそれデータ化してたっていう。データにして吸い出して、自分のそのストレージに全部全部溜め込んで、それでもう、 これはももうううとしてて持つのはやめようっていうものを処分する前には音楽のサブスク化を進めてるって言ってたじゃないですか何だったらアマゾンミュージックにあるやつは手元にデータ化さえしませんでしたからね一部はいやあとまあ昨日あのそうそれでねちょこちょここれからライブ配信を夜中にしてる日があると思いますその時に来るといやーこれ捨てようと思ってんだけどどうしようみたいなこと多分ぼやいてるんでそれくださいとか何だったら売ってくださいみたいなのがあったら多分ホイホイ売ると思いますので連絡ください宛先は直接僕に まあ、なので直接関係のある人とかでないとあんまりそういうことしないと思いますけどまあまあこれを聞いてる私の関係者の方いらっしゃいましたらあのオタクグッズとかいろ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 お渡しできると思います、えー、本日のトークテーマはヤンデレですオープニングトークが全く関係ないヤマトリのラジオカンファレンスて聞け第119回ステイチューン ラジカンリククエストトーク今週のトークテーマ、やんでれ。ねえー、先週いただいたらトークテーマなんですけれども、あの今週もね、生放送来てくれてる皆さん、ぜひ来週のトークテーマを考えていただいて、ぜ、え、ひ、ー、コメントの方にね、あのー、今日の配信の終わり頃に打ってください。えー、大体30分ぐらいで投稿終わりますからね。はい、ということで、えー、今日はよろしくお願いいたします。ということで、本日もトークテーマいただきました。えー、ラジオネーム 白井さんからいただきました今回のトークテーマは「ヤンデレでございます。さてこちら。まあ、やんでといえば、まあ、まずは、もう今更「ヤンデレって言葉って紹介がいらないのかな。まあ、やんでるっていうのと、デレてるっていうのをくっつけて「ヤンデレと、ね、いうことで。あの、一般的にヤンデレって、すごいなんか普段おとなしかったりとか、主人公とかに対して、すごいもう、 周りの目がはばかられるんじゃないかぐらい矢印出しまくってる女の子なんとかなんだけどまあ男でもいいんだろうけど矢印出しまくってるんだけどあのひとたびちょっと自分にとって都合の悪いことが起こると急になんかわけのわからない行動をとるっていうであのそれで周りがちょっと恐れおののくぐらいの行動をとるというのがまああるといろいろ意見をいただきました究極の純愛とか盲目の恋とかいろんなコメントをいただいてます。 確かに、まあ、ヤンデレのの要素とししてそういうういあるでしょうねでただね僕の中ではちょっと違ったんですよ。あの現実問題のヤンデレに遭遇すると結構身動きが取れなくなるっていうのが一つともう一つは意外と現実にあそこまでの明確な普通だったら全然問題なさそうなのにっていう矢印が突然狂気の矢印に切り替わるっていう現実ってそんななくて。 人間の感情の振れ幅、その、いわゆる好意的な感情と、あの、敵意を向けた感情っていうのが、まあ、かなり逆転する位置にあるとしたら、あの、好きな反対は嫌いじゃなくて、行動的なことで考えたら、好きな反対って嫌いなんですよ。相手を守る行動と相手に対して敵対する行動なので、あの、攻撃と防御じゃないですか。まあ、そういう意味では逆なんですよ。で、その、 逆転した感情っていうのを同時に持ち合わせるって実は人間の感情強度に対してはカードのストレスがかかるはずなので結構辛いと思うんですよねただもちろん突然相手に裏切られたとか明確なきっかけがあってカードの裏が表に返る表が裏に返るってことはあると思うんだそれはありだと思うんだけどそれがパカパカ裏あのカードをね感情を裏返すってすごいストレスのかかることなんですよ人間にとってだから虚構の人間 だ漫画の中のキャラクターに MP なんて関係ないからあのそういう表現パカ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 そういう感情が裏返るっていう表現ってできると思うんだけど現実の人間でやらせると当然その本当に存在する人間には多分 MP が人外なほどないとできないんじゃないかっていう考えを持ったの実際にそういう子にちょっと言い寄られたことがあるので余計わかるんですけど意外とね表帰り裏返りはそんなに激しくは起こらないんです漫画みたいにはあの年,年一ぐらい のペースです現実のヤンデレのあのクラスまでの幅があるのは年一でカードが裏返るんであのデレキとや闇期キが年一で裏返るっていうなかなかなやつなんですよ。でねデレキが1年続いてる分にはまあいいんですけど闇期キが1年続くは結構苦痛なので本当にこちら側としても耐えられないレベルの時間なのでまあおわあのまあ半径1メートル以内に近づけないように変わりますよね。あの付き合ったことがあるとかそうじゃないんですよ。あのそういう子がいたっていう話で。 あのでしかも対象恋愛対象は僕ではなくて他の子だったので他の男性だったので僕は遠くで見てたんですけどお前本当大変だよなって思って今年1年はあ死ぬんだね君はみたいなそんな感じだったんですけど、まあ、なんで人のね色恋沙汰は蜜の味とか言いますけど人の不幸は蜜の味か言いますけどそういう意味ではとてもあれでしたね楽しかったですけどね見ててねまあまあそんなだと思います。なので えー、一旦、少なくとも私の現実、出会ったことのある事象から考えたら、ヤンデレは現実ではない。とします。だから一旦ファンタジーです。で、じゃあ、その、ヤンデレが、まあ、我々の中にないファンタジーな存在だとして、あ、ごめんなさい、このファンタジーは前回のファンタジー引きずりません。一旦。一旦引きずりません。サイバーパンクとファンタジーの話は一旦引きずらずに、今回の、まあ、空想ものっていうことで、非現実っていうことで、ファンタジーって言葉をちょっと使います。 結論から言いますね天元突破グレンラガンという作品はヤンデレでしたという結論に到達しました今回さあみんなこの「天元突破グレンラガン」という作品タイトルとヤンデレを頑張ってつないでくれ以上ってやるとはで終わっちゃうのでちょっと間を説明するんですけど僕の中でのヤンデレというのは表現手法です登場人物の描写を、えー、する 手法の一つですさっき言ったカードが裏と表がくるくるひっくり返るっていうのがまあヤンデレにありがちなことですよね。てか出ないと対比がないじゃないですか。あのでただその「ヤンデレ」っていうのが非常に攻撃的でしかも猟奇的であるっていう方向性、まあ、属性がそれっていう。でだからツンデレとヤンデレって結構近しいものがあってあのそのツンがあるじゃん。 あのツンの部分が狂気の沙汰じゃない程度にめんどくさい程度に攻撃的なんですよだけどデレの時がまあいい感じのデレなんですよでもツンデレのデレってツン隠しきれてないぐらいのデレがあるんですよヤンデレのデレってもう好きとか愛してるしか出てこないと思うんですけどツンデレのデレにはバカっていう言葉をあのデレとして使えるだけのカードがあるんですよね だやっぱりバカって相手に対するこう批判の言葉じゃないですかひ批判的言葉じゃないですかそれをラブの範囲内で使えるってことはやっぱりツンとデレはのカードの表裏の距離感は意外と近いところにあるんですよだからツンデレは現実にありえるんですあの幅が非常にせ非常にでもないなヤンデレに比べるとそのいわゆるカードの表裏を楽しむ感情表現なんですけどでもその表と裏が近い距離にあるので 物理的に到達可能なんですところがヤンデレまで来るとだツンデレの超オーバーバージョンなのかなそういったら。で、えー、っとすごくあの端っこにこ,こうこうデレデレもう超ラブみたいなの表現からは死ねばぐらいのやつにいきなり変わるっていうのはまさにヤンデレの、まあ、僕らが一般的にヤンデレって呼んでるものじゃないですか。多分そそこだと思っていていの 非常に離れた表裏をくる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 ひっくり返してあの視聴者を翻弄するのがヤンデレという描写なんだとします。例えば。で、えー、っとその意味でじゃあツンデレってどれぐらいの距離感かっていうとありえそうな距離感としてツンデマジンガー Z くらいはツンデレなんですよ。マジンガー Z の表裏感あれはツンデレの距離感なんで現実的にありえる。 多分ね、ツンデレとマジンガー Z っていう言葉も表現も遠いな。えー、っと、ちょっとじゃあもっと近づけていきましょう。じゃあ、ツンデレからさらにもっと表と裏の距離を近づけていくと何が起こるかっていうと、すごいリアルな女の子になってくると思うんですね。で、現実の女の子はそんなに感情の起伏がそ、ね、漫画ほど激しくない。で、森のメしな子。 えっとイエスタデーを歌って最近アニメにもなりました僕はコミックスで保管してた人間なんでずっと連載を追ってた人間なんですけど、えー、イエスタで歌って透明圭先生のイエスタで歌ってのメインヒロインの一人森のめしな子は非常に感情の表裏が近い人間でずっとうじ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 ,うじ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 うそれをこう何て言うんだろうすごくなんだろうな 0.1×sinx 0 01ぐらいの幅で振動してるんですよだから0.1からス0 1くらいをすごい0.01か0.01とス0 0 1あたりをうねうねしてるぐらいな感じで僕の中でのツンデレとかまあまあ女の子の感情の起伏としてありえるなっていうのはえのじゃあ1ね sinx ま、sinx っていう表現で伝わる人と伝わんねえ人がいるんだけど、sinx って、あの、x がね、マイナス無限大からプラス無限大までの間に、え、y イコール sinx だとしたら、y はマイナス1から1の間を振動するんです。その、マイナス1から1の間の振動の定義は誰か。絶対定義感はどこかって言ったら、僕、メゾン一国のおとなし京子にしてるんです。京子さんは、ま、いわゆる身勝手な女の子の中での、ま、代表格ですね。で、 そういう意味でも何だろう別に付き合ってるわけでもないのにちょっと女の子と手を握っている伍代優作を見るとムカついちゃうぐらいの距離感でも現実的なその線みたいなのは忘れないんですよあまりにもウルトラスーパーメガドン級の非常識はやらないんですよ例えばナイフ持って突撃してくるとかいうのもないしすごい極端に出てくるわけでもないだけどプラス1その 恭子さんの感情がプラス1に限りなく近づいてそれをその瞬間に伍代くんが「結婚してください」って言えたらそれがパーッてその何て言うの1とマイナス1の壁サイン波の壁がパーッて取り払われてハッピーエンドに突撃していくっていう物語の良さ。 メゾン一国は常に京子さんの感情がマイナス一から一の間をずーっとさまよってる感じで描写が続くんですよ。でそのあー戻っちゃったあー下がってる下がってる五代くんダメだよダメだよダメだああ来ちゃったなあーでもここで五代くんいいことしたみたいなそのでしかもその一とマイナス一がリアルなんですよね。結構あるあるなんですよ。でもなんでそのタイミングでそれやるっていうその現実に起こり得るであろうことがなぜここまで間の悪い瞬間とか間のいい瞬間で来るか。 っていうそのタイミングの配置がちょっと調整されてて小気味がいいわけですよ。それが高橋留美子の凄さなんですよ、ねで。あれを基準にします。それを基準にしてえー、っとそうだな「君が望む永遠」とかに出てくる早瀬光月とかいわゆるツンデレの一人とか言われてるしもうちょっとツンデレの幅を大きくすると,、えー、っとあの子大空寺とかもそうなんですけどそういうキャラクターをツンデレに入れていきます。ね、そううすするとともうちょっと大きくなりますでまであ ツンデレの、ね、ツンが結構行き過ぎた結果として他かの、ね、し主人公の親友に抱かれようとするとかそういうことが出てきたりするわけでそれや若干ツンから闇にも入ってるんですけど。 まあ主人公に対する攻撃的な感情の一つとして当てつけて別の男に抱かれるっていうのはまあ一つ表現手法ですよねそれはまあツンデレもヤンデレもまあ近いところにあると思うんですけどまあそういう攻撃的な感情だったりとかそれに対してダメになってる主人公どこまでも養い続けて抱かれ抱かしてって言ったらもうい,くい,い,いつでもホイホイまた開くみたいなのはまあデレが1を超えてる状態ですよ言ったらだからそれはさっき言った京子さんの感情1の幅からちょっと広がった感情なんですよね触れ幅なんですよ でじゃあさっきのリアルで言うとあの森の召しな子ぐらいのリアルがすげえ実際にはあるあるあるなんですよ森の召しな子はかなり現実的にあるあるな女の子の感情の表裏なんですよねなんだったらほとんど裏返ってないだろうお前ぐらいのっていう安定的な女性あれはつらいねあんた本当につらいだってこっち結構つらいでか女性の感情の起伏の表返し裏返しに 疲れちゃうタイプの男性はシナコみたいな女の子って多分最適なんですけど俺結構面倒くさくなるんですよ結局どっちってなるんで俺も変なんだし感情の起伏がでかい人間なんであのどっっちかかはっきりしてくれれば合わせるるらみたいなのはあるんですよねであのそれに対して自分の感情に対して結構そのなんだろうなポジティブが強くて結構はっきり自分の感情伝えられるあの春みたいなキャラクターはあのイエスタで歌っての春に関してはもう俺の中では結構推しなヒロインになりえるんですけど。 まあこれイエスタで歌ってる話だな。で、じゃあリアル系の話。リアル系の話で言うと、ガンダム。ガンダムも結構スーパー系なんだよな。だから、パトレイバーぐらいに非常に現実味のある話ばっかりする。で、たまに廃棄物13号みたいな話を描写として持ってくると、ちょっと突然未来な感じになってくるんですよね。で、パトレイバーくらいの距離感って多分森の飯な子ぐらいのリアルさがあると思ってるんですよ、僕。 まあ現実空間にありそうだし、まあ実際に日本が戦争だ戦争だなんていうことを言い始めた時にも、普通に満員電車で出勤してる人たちがいる。その満員電車で出勤してる人たちの中に、自衛隊が街をカッポしてるみたいな、そういう異空間が生まれるんですよ。劇場版パトレーバー2だと。で、それ今のコロナ で結局満員電車あるじゃんみたいな感じとかこの非常時代の中でなんで普通に人間生活できてんのっていうのが結局のリアルなんでそんな簡単に人間の感情や世界って表りり裏返りしないんですよそれが現実なんですだからパトレイバーは非常にリアルだって僕は思っていてで、えー、っと表裏の感情の起伏が少なく裏返り表返りも少ないキャラクターがリアルなんだとするとそれに対して非常に激しい表裏をやっている ヤンデレっていう存在はあまりにもスーパー系でとんでもなんです。で俺の知っているロボットアニメの中で比較すると最もスーパー系でぶっっっ飛び設定持ってきたたのはグレンンラガンだったんですよでそれがすごく明確で分かりやすいのは巨大ロボット人間が登場するロボットが最初は本当にちっちゃいまあ何だったら原付バイクくらいのサイズのコアロボの、えー、っとラガン。 が最終的に天元突破グレン・ラガンになったら銀河をお手玉するサイズになるじゃん銀河系をお手玉できるサイズに巨大化するんですよ。俺これほど大きなゼロから100万はないなっていうぐらい大きな起伏があったのでその起伏の大きさの意味でグレン・ラガンはヤンデレ描写と同じだっていうことになったんです。 で、マジンガー Z くらいだと、とどう考えても、リアル的な設定で考えたら飛べないでしょ、みたいなところに、いや、スクランダークロスっていうのをしたら、ジェットスクランダーで飛べるんですよ、スーパー的な力で、みたいな感じは、まあ、描写として、今の俺たちにとっては当たり前になっちゃってるので、別にそんなに高ぶらん、ま、いや、マジンガー Z が高ぶらないって言ってんじゃないんだよ。マジンガー Z の、その空を飛べるっていう描写だったりとか、そういったものに対しては、 あのまあグレン・ラガンほどの,あのとんでもな幅のある描写ではないっていうふうに思ったということで、えー、単純な比較で距離感であるそうで今いただきましたけれどもその通りでヤンデレはギャップ萌えの一種であるとか、まあ、もはやそれでしかないくらいに思ってると僕は思っていますそのギャップ萌えの方向がすごい好意的な感情に対してえレ例と攻撃的な感情を同時に持ってる っていう感じなんですでそれをねこれであ実はヤンデレの元祖ってもう一人いるわってことに皆さん気づき,気づきましたよねきっとねくしゃみ一つで性格が入れ替わる「ドラゴンボール」のランチさんは実はヤンデレなんですよその定義でいくと。ねあんなに可愛いランチさんがくしゃみ一つで「てめえこらぶっ殺すぞ!」って言って銃を乱射するっていうのはヤンデレなんです。 だから実は桂琴の葉様やねえ不要楓ちゃんはあらランチさんのお年子であると。<laughs> でその感情のスイッチがくしゃみではなくて主人公のまあね言ってみれば行動であるっていう。ね、でそことさっき言っていた実際の人間のリアルのね女性が感情の表裏をひっくり返すっていうのって、まあ、大体その相手対象恋愛対象の男がやること。 によっって感情の表裏がひっくり返るわけじゃないですかだからランチさんとねランチさんと大人し恭子が結婚して子供を産むとあの桂琴の葉と扶養楓の姉妹が生まれるっていうことなんです。どうですかこの説。<laughs> <laughs> 俺の中ではね結構うまくいってるんだよ。このこの,この異次元方程式結構うまくいってるんですよ。 アリアリでしょっていう、ね、あとねウルトラセブンも言ってみればちょっとヤンデレなところがありますウルトラセブンってあのミクロの消し犬の、まあ、パロであのミクロサイズにちっちゃくなって人間の体に入り込むことができるんですよ、ね、でそれに対してウルトラセブンは巨大化してね普通に怪獣と戦えるじゃないですか、ね、ウルトラセブンもほらほらヤンデレみたいなね、まあ、ウルトラセブンに出てくる怪獣とか宇宙人かな侵略宇宙人が結構ヤンデレだったりするんですけどねピット星人とか ピットジ人はどっちかっていうと、ジュンなんですけど、ピット聖人イコールジュンっていう表現、日本語で使ったの俺人類で初めてじゃねえか <laughs> いや、ピットジンはマジであれだと思う。ジュンだと思う。そう。ということで、まあ、我々の中に普段ありえないような表帰り裏帰りっていう表現、非常に遠い二つの存在が、ちゃんと何か異次元的な、その、異次元じゃない、二次元。 二次元的な方程式でもってそこに同居しているっていうのが多分あれなんですよその僕らの心に響いてしまうんでしょうね。だヤンデレはそのの一つの形なんですよやっぱりだ今コメントでもいただきましたけどロリ・ババアとかも言ってみればまあ同居不可能ですよね。あと他になんだろうね現実的にありえなさそうな二つの組み合わせって。あ そういう意味では、二なりもそうじゃないあの、完全に女の子の性器も持ってるし、男の性器も持ってるみたいなやつってある、ある意味そういうところあると思うよ。まあ、だから、我々の中にあるヤンデレ感とかっていうのは、実はそういう遠く離れた二つの、だからまあ、ギャップ萌えなんですよ。遠く離れた二つのものを一つに融合するという、ね、逆にそういう意味では、ドラゴンボールのフュージョンみたいなのは全然違うんですよ。なんだったら近しいじゃないですか、あの二つって。 ね、悟空とベジータなんて別に対して遠くないですから悟空とベジータ足し,したら割らずに10かけたみたいな足して10かけたみたいな存在でしょあのゴジータもベジットもってことだと思うんでまあそれがザ・ヤンデレとね我々にとって遠く2つのものを掛け合わせた時にそこに生まれるでもねここでね思うんですよプラスとマイナスをかけてるわけじゃないですかプラスとマイナスをかけるとマイナスになるんですよねだから僕はヤンデレは得意ではない 以上、ラジカンリクエストトークでした。いかがでしたでしょうか今週のラジカンテーマトーク。まあ、同じようなことずるずる言ってただけだと思いますけど。いやー、喋れるもんです。やっぱりトークテーマがあると喋れますね、えー。次回のトークテーマも募集しております。よろしくお願いいたします。えー、今週のお口、まあ、いつも通りですね。いつも通りとか言うな。えー アニメーター特集ブレイブラバーズの、えー、主題歌ブレイブラバーズは各種配信サービスとして、えー、ディスクの通販もやっておりますのでぜひ調べてみてください、えー、私のデビューシングルとしてこの発売されている CD のジャケットはなんと大張雅美さんと山根理ヒさんが書いてくれましたブレイカイザーとラブリエルが目印でございます えー、スーパーボイス対戦オリジナルサウンドトラックコンプリートベースとこちらのーも通販じゃなくてダウンロード販売をやっております、えー、なんとダウンロード販売以外にサブスクでスーパーボイス対戦のサンドラなぜかディスク2だけ先行配信中、えー、ディスク1は現在手続き中でございます えー、そしてそしてヤマトリンの音響監督ラジオドラマ作品ワンチャンス全国版こちらも絶賛発売中詳細はボイスドラマワンチャンスで検索してみてください、えー、これらの告知すべて動画説明欄のリンクからチェックできます番組へのメッセージはツイッター e r d m コメント欄にてお寄せください、えー、トークテーマも随時募集中以上ヤマトリンのラジオカンファレンス第119回でございました See you next week バイバイ帰り咲く夜のない 私を火に染め